はい、皆様こんにちは。今日の字はこれです。これは何かと言いますとですね、これはアレフですね。アレフというのは宗教団体の名前とかですね、そういうとこに使われていますけれども、ヘブライ文字のね、ヘブライですね。ヘブライ語、ヘブライ語の文字のアルファベットの A みたいなもんでしょうかね、アレフ。これの書き順はですね、こっから書きますね。ですから1、そして2、3ですね。簡単には1、2、3ですかね。こんな風に書くこともあるみたいですけれども、これはアレフ、ノートとか、アレフ1と書いてですね、これはノート。ノートというのは板書を写したりするノートではなくて、NAUGHT で、0ということですね。アレフ0。これは何を、意味しているかというとですね、数学でですね、僕も一応数学者の端くれですから、数学者で、数学においてですね、この濃度ですね、集合の濃さ、濃度といっても、やってない人はピンとこないと思うんですけども、要するに自然数ありますよね、この1、2、3、4、5。簡単に言えば、こういう集合ね、例えば3億2536万3031というような数字も全部含まれるわけですね。もちろん無限に要素があるわけですけれども、こういう濃度とこういう集合の濃度、それから例えばさらにですね、分数ルート3とか無理数、分数とか 0.3333 循環小数すべてですね、0.35 とか、そしてもちろん整数も全部含めたものを考えると、こちらの方が集合としての、無限集合としての濃度が濃いわけですね。ですから、こういう濃度の濃さを表すのに、アレフノートとかアレフ1というのを使うわけですね。この濃度は明らかにこちらの方が濃くて、多少難しい言い方をすると、こういう自然数の集合と1対1対応が可能な濃度の集合をアレフ0で表すわけですね。ですから、本日の、ね、文字ですね、書き順講座の文字はアレフと、こういうことでございました。